造物主の選択は、ジェームズ・ P ・ホーガンによる SF 小説、1995年を発表、造物主の起手の続編。前作、造物主の起手では、総合宇宙計画公社が、タロイドたちの支配者層を植民地支配の区靴にしようとも苦んだが、自称心霊術師、カール・ザンベルドルフ一行と、タロイドたちの協力によって阻止された。その過程で、 半ば偶然の成り行きで、隣人愛と不殺を解く、新たな宗教が生まれてしまい、封建的先生君主制であった、旧支配者層の王族と、僧侶たちはその身を追放されてしまう。人類の調査隊と協力者のタロイドたちは、過去に電波通信を担っていたと推測される、建造物を調査していたが、調査隊の一人が落下し行方不明になる。一方、心霊術師ザンベルドルフは、 施設団の他のメンバーに向けて、自らの能力の公開実験を行う。それは、無作為に選ばれた5つ、数字を地球への帰還のとにある心理学者マシューに、超高速テレパシーで伝えるというものだった。地球へ帰還中の宇宙船内で、マシューが数字を答えている映像が届くのは、52分、かかるはずである。言い換えればマシューが52分のすぐ後に数字を答えた。 映像を送信してきたのならば、数字が選ばれた直後に知り得たことになる。マシューから届いた映像では、5つの数字のうち4つの数字が当たっていた。施設団の科学者たちは誰も答えられなかった。研究者のサーグは、同じく研究者であった古い友人ブロンギとのいる村を訪ねるミアンの世界について話を交わす。その村へ、旧支配者層の一がかかった。 復讐者と名乗る一団が訪れ、ライフメーカーへの信仰こそが絶対であるといい、新国王はルミアンの妖術にたぶらかされていると懸念する。彼らに対し反論した村長のタロイドを銃で殺害する。そしてルミアンの死体を見せつけ、ルミアンもまた不死などではなく、これがライフメーカーの怒りの結果なのだと語った。そしてサーグとブロンギットの二人は彼らに捕らえられてしまう。 ザインモータリティオプション言語版増物種シリーズ東京草原社草原 SF 文庫翻訳奥間はじむカバー加藤直行ありがとうございます